はい、本日はですね、防水アイテムに40万円以上使った僕がおすすめできるトップ5を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ今の時期梅雨とかでいきなり雨降ってきたり、いきなり止んだりとかって結構そういう天候が激しく変わったりとか、まあそれこそずっと雨が降ったりすることもあると思うんですけど、まあ、そういう時に防水ジャケットって何選んだらいいか分からへんっていうのがあったりだとか、防水ジャケットだけのために買うのはちょっと高いなとかって思ったりする方いらっしゃると思うので、まあ、僕が今までこう買ってきた中でこれ防水でも使えるし普段でも使えますよっていうおすすめのものを今回紹介しようと思いますので、トップ5でランキング順でご紹介していきたいなというふうに思います。ではですね、そのランキングをも先に知りたいっていう方もいらっしゃると思うので、もう先にランキングを発表して後で理由っていうのをお伝えしていくんですけども、まず第5位っていうのがこちらのノースフェイスのドリズルジャケットということになってます。で、まあこのジャケットの説明とか、あの5位にした理由というのはまあ後々喋ってはいくんですけども、まあ期待も込めて5位にランクインしてるということになってて、次第4位っていうのがこちらのノースフェイスのマウンテンジャケットになってます。で、まあこれに関してはこの防水ジャケットランキングで入るっていうのはどうかなと思ったんですけど、僕があまりにも好きすぎるのでまあランクインしてるんですけど、まあそういった話とかも後々話はしていくんですが、これが第4位ってことになってて、第3位がポカオネオネのゴアテックスのスニーカーになってます。で、これだけ唯一スニーカーになってるんですけど、まあ、これはですね、もうめちゃくちゃ良かったんで、まああのランクインしてるってことなんですけども、まあ、数ある中から第3位にランクインしてるので、まあ、僕にとってめちゃくちゃ重要なんで、その話は後々していくんですが、これが第3位ということになってて、第2位っていうのがめちゃくちゃ迷ったんですけども、このモンベルのレインダンサージャケットということになってて、まあ、これはゴアテックスの中でもコスパもめちゃくちゃいいし、1位にしようかめちゃくちゃ迷ったんですけども、2位かなというところで2位になってて、もうめちゃくちゃ僅差やったんですけど2位っていう感じだって、第1位っていうのがですね、やっぱりこちらのノースフェイスのクライムライトかなというのが第1位になってますっていう感じになっててですね、今からはその理由とかなんでそうなったんかっていうお話をしていきたいなというふうに思います。ではまず第5位のこのドリズルジャケットが5位にランクインした理由というところなんですけども、まあ、これがですね、僕今回全部第5位まで全部ゴアテックスでまあ統一しようかなと思うぐらい僕ゴアテックスは好きなんですけど、まあ、そこにこうバッて入ってきたのがこのドリズルジャケットになってるんですが、これだけ唯一ゴアテックスではなくてフューチャーライトっていう素材を使ってるんですけど、まあ、そのゴアテックスに入ってくるぐらいあのまあ期待してるジャケットというか、まだ正直今の段階では5位にランクインするかどうかといったら微妙っちゃ微妙やったんですけども、まあかなり期待性はあるかなというふうに思って5位にランクインしてて、まあ、このジャケットも完全防水でこれからの時期雨とか台風とかでも使えますし、さらに蒸れを逃がしてくれるということなんで、今例えば梅雨時期とかでゴアテックス着てて蒸れがしんどいねんなとか、あとまあ防水ジャケット探してんねんけど蒸れるのが嫌やねんなっていう方に関しては、一回このジャケットは試す価値があるかなというふうに思いますので、まあ、第5位にランクインしたっていうことになってて、まあ、それ以外にも普段の生活の中でやっぱりこういきなり雨が降ってきたり、いきなり雨が止んだりすることってあると思うので、例えばいきなり雨が止んだりした時ってなんかめっちゃ蒸し暑くて、この今僕が着てるような T シャツ1枚いいのにこういうジャケット持ってたらちょっとなんか今の時期と合わへん時ってあるじゃないですか。ほんならそういう時とかっていうのは、まあ、こういったスタッフサックがついてあるので、このジャケットって結構しっかりしてるジャケットには見えると思うんですけど、このジャケット、このスタッフサックに入っちゃうぐらいちっちゃくコンパクトになるので、雨が上がったなと思ったらくるくるくるってちっちゃくしてこの中にポンって掘り込んであげればこの大きさで済むので、あとは自分が持ってるカバンとかリュックとかに掘り込んであげればこういう T シャツだけの姿になったりだとか、いきなり逆にまた雨が降ってきたなと思ったらこれをパッて出してまたくるくるくるって広げてあげればこういう風にジャケットとして使えますので、まあ、これは今時期っていうのはめちゃくちゃ使えるんじゃないかなというところで5位になったの。プラスアルファ生地も結構分厚いんですよね。だからこれから梅雨を過ぎたとしても次は秋とか冬とかになった時はアウターとしても使えるぐらいの生地の分厚さになっているので、まあ、その辺も考慮して着れる期間っていうのは結構まあ長めには設計されてるんかなと思いますので、まあいいんじゃないかなと思ったんですが、まあ、ただですね、これから秋冬に関してはまた着てないので、正直その透湿性というか通気性、蒸れを逃がしてくれるというのがどこまで効果があるのかもわからへんし、むしろ逆に寒いんかもわからへんし、それっていうのがわからないので一応5位ということになってるんですが、その秋冬も試してみて快適な着心地があるんであればランキングっていうのはもっと上がってくると思うんですけど、今の段階ではそういうのも加味するとまだわからないことも多いので、まあ、群れが気になって梅雨時期暑い方とかは一、まあ、回試す価値はあるんじゃないかなということで第5位ということになっております。で、このフューチャーライトって他にもこのドリズルジャケット以外にももっと上のランクとかいっぱいあって、フューチャーライト使ってる中ではこれ一番値段安いんですけど、もっと上になったらどんな違いがあるんですかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もっと上になったらさらに登山で使えるようなスペックがあったりするので、ベンチレーションがあったりとか、もっと生地が分厚
くなったりとか、登山とかでリュックを背負った時のあのポケットの位置とかも考慮されたりとかし、作っていったりとかして、よりこう登山向きになっていくっていうことなんで、まあ、街中で着たいとかっていう方とか、あんま登山せえへんっていう方はもうこのジャケットがぴったりだと思いますので、値段を上げれば上げるほどスペックが上がるっていうわけじゃなくて、値段を上げれば上げるほどより登山向きになっていったりとか、よりプロ仕様になっていくっていうだけなんで、生地としてはそんな変わらないので、まあ、群れが気になってて暑いねんっていう方は、まずこのフューチャーライトで、さらにこのドリズルジャケットのが一番安くて手が届きやすいので、まあ、これがおすすめかなというので第5位ということになってます。で、次はですね、こちらの第4位のマウンテンジャケットのお話をしていくんですけども、マウンテンジャケットとかを好きな方とかからしたら、なんでこんな梅雨時期のこんなクソ分厚いジャケット紹介してんのっていう話だと思うんですけど、もうこれは完全に僕の趣味が反映されているのでお話していくんですけども、本来なら防水ジャケットのランキングには入らないかなって、まあ僕も思うんですけども、僕ノースフェイスの今持ってるアイテムの中というか、今ノースフェイスで販売されてるアイテムの中で一番好きなのが今これなんですよね。で、マウンテンジャケットが一番好きで、一番大事にしてるジャケットっていうところもあって、ちょっと今回ランキングさせてもらったっていうことになってるんですけど、まあ一応その防水性はもちろんあって、これゴアテックスっていう生地を使ってるので全然雨も入ってこないし風も入ってこないんですけど、生地がですね、さっき紹介したドリズルジャケットの倍ぐらいあって150デニールっていうことで、生地結構分厚いので、本当に本格的に秋冬に使うような感じで、ともすればこれやったら真冬でもいけるでっていうぐらい生地が分厚くて、防風しっかり風を守ってはくれるんですけども、ただ梅雨で着るってなるとちょっとこれは暑すぎるので、梅雨だけを考えてはる方はこれはちょっとどうかなと思うんですけど、まあメインとして秋冬を考えてんねんっていう方にはもうこれを間違いなく押したいし、なんやったら僕が一番好きやからほんま1位にしたいぐらいやけども、まあ防水ジャケットって言われたらちょっと4位まで下がっちゃうけど、好きなジャケット何って言われたらこれが1位に上がってくるんですけど、まあそういう個人的な趣味もあって第4位にランクインしたっていうことになってて、ありとあらゆるところが自分の好みなので、まあこのジャケットはランクインしてるんですけども、生地の分厚さで、まあ、さらにこの首元のこの肌が当たるところっていうのがマイクロファイバーが使われてあるとか、あとまあ首元が高めに設定されてあるとか、もう個人的に好きな部分っていうのが山ほどあるので、まあ、ランクインしてて、あのまあご紹介したっていう感じにはなってるので、ちょっとこの防水ジャケットっていう動画の趣旨からは少し外れてる気はするんですけども、まあ、いかんせん僕が好きやからランクインしてるということになってるので、あのまあ僕の個人的な趣味はどうでもいいから次に行けっていうことやと思うので、次の3位に行きたいなというふうに思います。But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you.はい、ではですね、次こちら第3位のホカオネオのゴアテックスのスニーカーということになってます。一応正式名称はですね、チャレンジャーロー GTX ワイドっていう名前になってるんですけども、まあ、ホカオネオネのゴアテックスのスニーカーっていうのは、これのハイバージョンとかローカットバージョンとかあったりするんですけど、そもそもこのスニーカー自体が歩き心地がめちゃくちゃいいんですよね。っていうのも、あの山とか岩場とかでこう走ることを考えて作られたスニーカーやから、普通の平坦な道なんかめちゃくちゃ歩き心地がいいのって、それは当然やと思うんですけど、それは山道で走れるぐらいってなったら、例えばコンバースとかバンズとか、まあ、別にそれが悪いわけじゃなくて、そういったローテクのスニーカーで山場とか走ったりしたら、多分速攻で足行くと思うんですよね。グリーンって違う方向足向いちゃうと思うんですけど、これやったらそういうところでも歩けるし走ったりもできるし、なおかつそんなとこで走れんやったら、それは平坦な道なんか全然楽勝でしょっていうぐらい歩いててもよかったですし、まあ、さらに、まあ、僕も実際トレッキングというか山道歩いたりはしたんですけど、これ履いて歩いたら全く疲れなかったんですよね。だから自分が履いてみてよかったし、なおかつこれで防水やねやったらもう日の打ちどころないやんと思って、今回3位にランクインしてるんですけども、なんで3位かっていうと、やっぱり意外と足元も大事やなと思って、結構ジャケットに結構目が行きがちやと思うんですけど、足元が防水で守られてるっていうだけで全然感覚は違うかなと思いますので、やっぱアウターとかかっこいいアウター着てても足元があの長靴とかになっちゃうとちょっとこうどうなんかなと思うので、どうせやったら足元もスタイリッシュに行きたいところやけど、なかなかゴアテックスのスニーカーって今も限られてるとは思うんです。コンバースから出てたりとかするんですけど、そんなに加速
数って多くないと思うので、まあそれやったらその中で一番履き心地がいいのは何かなって考えたら、僕個人的にはこのホカオネオネが一番ゴアテックスを使ってるスニーカーの中で履き心地がいいんじゃないかなというところで第3位にランクインしてるということで、僕はもう今個人的にはこれ持ってるので、雨の日とか全然履いていくにはもう全く怖くないですし、で、さらに歩き心地もいいから安心はしてるんですけど、これを持つまでっていうのは結構梅雨時期に何履いていいかなみたいな。サンダルやったらサンダルで本革やから濡れたらあかんし、でもスニーカーは濡れたらぐちょぐちょなるしっていうのは結構悩んでたっていうか、あんまりピンときなかったんですけど、まあ、これを持ってから悩むこともないし考えることもなくなるから、雨降ったらもうこれ履くだけっていう感じなんで、これは持っててよかったなと思いますので、まあ第3位になってるというところで、このホカオネのスニーカー持ってはらへん方でもサンダル持ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、サンダルと同じような履き心地になってて、設計とかも同じような設計になってたりとかするので、サンダル持ってはる方ってホカオネのサンダルめっちゃ履き心地いいでって知ってはる方多いと思うんですけど、本当にそれと同じような感じの靴バージョンっていうかスニーカーバージョンなんで、まあ、履き心地に関しては間違いないし、しっかり防水かなというところで第3位というふうになっております。はい、という感じで結構熱弁してるので僕も疲れてきてるんですが、あと2つ紹介していきたいなと思います。次第2位っていうのがこちらのモンベルのレインダンサージャケットということになってます。こちらのジャケットもですね、防水ジャケットになっててゴアテックスを使用してるんですが、まあ、いかんせんこれに関してはもう堂々と胸を張れるぐらい値段が安いっていうことで、ゴアテックスのジャケットやのに1万円台で購入できるって、僕がこの5つ今回トップ5紹介してる中で全て2万円以上全部超えてるんですけど、これだけ唯一2万円以下のアイテムっていうことで、まあ、例えば普段とかあんまり防水ジャケットとか着ひんから、まあ、これを機に買うねんけどそんな高いのはいらんねんっていう方やったらもう絶対このジャケットやなというふうに思いますし、なんかゴアテックスとか防水かようわからへんけど濡れへん方それでいいねんっていう方からしてもこれやと思うので、まあ、それぐらい押せるアイテム でなおかつ登山アイテムというかアウトドアのブランドが作ってるものなんで機能性とかもしっかり整ってるし、まあ、その辺に関しては詳細動画で喋ってるんですけど、完全防水にはなってて、さらにこういう持ち運びのサックがついてるので、まあ、先ほどドリズルジャケットの時も言ったんですけど、いきなりこう雨が降ってきたりしたらこれを着ていければいいし、いきなりやんだってなってめっちゃ蒸し暑いやんってなったりしたら、これをくるくるって畳んでこの中に入れておけば、折りたたみ傘よりちっちゃいので、まあ、こんなカバンの中に放り込んだりもできると思いますし、なおかつ例えばあとアウトドアとかフェスとかアクティビティとかってなった時とかでもこういうのを持って行っておけば急な雨とか対応できますし、やっぱりそういうフェスとかイベントってあんま傘とかさせないと思うので、まあ、そんな時はこれパンってかぶっとけば全然濡れないので、まあ、重宝するかなと思いますし、まあ、2位に選んだ理由っていうのはやっぱり値段が安いし品質が高いっていうので、これはまあ第2位かなという感じにはなってます。ただまあ第1位と迷った理由っていうのはですね、やっぱりそれぐらいコスパも良くて防水ジャケットでめっちゃいいんですけど、2位になった理由っていうのが、まあでもこれについてはまあ1位の時にまた喋ります。はい、ということで、まあ第2位がこれ。で、次第1位っていうのがこちらのノースフェイスのクライムライトジャケットになってます。で、まあこれがやっぱり1位かっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕の個人的な趣味とかからすれば1位ではないんですけども、やっぱりこれレビューとか見ててもかなり評価高いですし、本当に 90% 以上の人が多分満足してるというか、評価とか見ても5点満点中 4.8 とかなんで、まあこれは結構満足度高いやろうなというところで、まあ2位と1位で迷ってなんで1位になったかっていうと、やっぱり値段とか関係なくほんまに品質がじゃあどっちがいいのって言われた時に、モンベルのレインダンサージャケットとクライムジャケットで品質だけで見るんやったら、やっぱこっちの方がちょっと品質高いなっていうところでこっちが1位ってことになったんですが、値段を気にされる方とかであれば2位のモンベルのレインダンサージャケットなんですけど、品質だけで見るってなるんやったらもうこっちやなと思って第1位ということになったんですが、まあ、このジャケットも今まで紹介してきたジャケット同様に折りたたんだりとかしてこんなにちっちゃい袋に入るぐらいちっちゃくなるので、持ち運びっていうのも全然適してますし、さらに生地
生地も比較的薄いんですよね。だからちょうどこれからの梅雨時期って考えたらやっぱこれが1位になってくるんかなというふうに思って、まあやっぱり秋とか冬とかになってくるとちょっとこれだけでは寒いと思うのでどうかなと思うんですが、やっぱりこれからの時期の梅雨って考えるとやっぱこれが一番使えるんやろうなというふうに思いまして、今まで紹介してきた防水ジャケットの中でダントツで生地が薄いのに完全防水っていうことで、まあ特にムシムシする日本の気候には向いてるジャケットかなというところで第1位という感じにはなってます。でまあ先ほど冬場とかちょっと厳しいかなっていう話はしたんですけど、やっぱり真冬はちょっとこれは厳しいって正直僕は思うんですけど、秋口とかであれば例えば中にフリース着たりだとかあのインナーダウンとか着たりすれば秋口とか全然いけると思いますし、一応それ用にインナーを着れるようにってことで身幅は少し大きくなってるので中に着込むこともできますし、さらにこういう T シャツの上から着れるようにこういった裏地とかも考えられて作られてるので T シャツでも着れるし着込んだ場合でも着れるっていうのがこのジャケットにはなってます。なので使用期間としてはまあ冬以外は全部着れるんちゃうかなっていうことで、使える期間っていうのも長いしなおかつ使い勝手もいいし、そして品質的にもこれ本当にプロの登山家とかプロのシーカヤックの人とかが使えるぐらいの品質になってるので、まあ僕個人的に友達とかにほんまにマジでいいジャケット紹介してとかいい防水ジャケット今の時期何って言われたらまあこれになるんちゃうかなと思うっていうふうには伝えると思うので、まあ個人的な趣味とかなしにして世間一般的に好かれるのは多分これやと思うって言うと思うので、まあ、僕もですね今まで周りとかでこのジャケット買ってあかんかったっていう話聞いたことないので、まあ、多分どんな方でもこれは使えると思いますので第一位になったという感じにはなっております。はい、ということで一応まあアイテムとしては全て今販売してるアイテムで紹介しますので、気になる方は下にリンク貼ってるので見ていただければなというふうに思いますし、まあ、さらにアイテムの詳細をもうちょっと知りたいとかっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方に関しては過去に僕も動画出してますのでそれもまた下に貼ってますので気になる方は見ていただければなというふうに思います。はい、ということでまあ僕の個人的な趣味とか世間的な趣味とかも全部加えた上で、まあ、これが僕が持ってるアイテムの中ではランキングとして正しいんじゃないかなというところでベスト5を紹介させていただきました。ではですね最後はこのクライムライトとともにお別れしていきたいなというふうに思います。本日はですね防水アイテムベスト5を紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。